はい、こんにちは。ヘルベチカという、ヴィンテージの家具を販売する、サイトを運営しています大西と申します。今回は、柳総理さんの、デザインした、黒絵のカトラリーのご紹介です。フォークと、スプーン、またシュガーの、3種類があって、他にももう1種類、あるんですけれども、新品でそれぞれあります。黒絵のカトラリーは、私も20年以上愛用しているんですけれども、この黒絵の色の変化が、楽しめるので、ステンレスだけのものよりも、おすすめです。一応新品でこんな風に、あります。これがシュガーですね。こちらがシュガーです。でこれもちっちゃいスプーン、私も、ずっと愛用してるんですけれども、こちらが20年私が愛用している、スプーンなんですけれども、色がだいぶ新品のものに比べると、違いがわかると思うんですけれども、こちらが、私が20年愛用してきているものなんですけれども、でこっちが、まあ、1ヶ月2ヶ月のもので、色がだいぶ違うのが伝わればいいのかなって思います。カトラリーには、それぞれデザインも様々あるんですけれども、柳さんのスプーン非常に、使い勝手もいいのかなっていうふうに思います。フォークに関しても割と使いやすいです。もちろんこの形ですので、パスタなどは、もっとこの切り込みが深いものの方が私は使い勝手がいいんですけれども、普通にナイフとフォークを持って、ナイフとフォークを持って食事する、アイテムとしては十分これでいいです。使い勝手もいいです。今でもカトラリーはずっと探してるんですけれども、このフォークだけで言えば、柳さんもしくはヤコブセンのものが、個人的な好みです。カトラリーに関してはそこまで、知識もないのでないんですけれども、やっぱりいろいろと見てきているので、もし、探し物などございましたら、カトラリーに関しましては、基本的には新品を、販売しています。どうしても私自身中古品を扱っているんですけれども、カトラリー口に入れるものに関しては、新品の方がいいなっていうふうに考えていますので、そういうふうにご紹介しています。この度の動画、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。